そう、21歳です。彼氏は今はいないです。別れて半年ぐらい。出会ったきっかけはアプリです。3人ぐらい、ある程度会話してくれたりとか、プロフィールがしっかり書いてあることが、ちょっと予想と違う人とか、いろいろ思ったより元気な方だなとか。3人目の方、相手の方が気に入ってくれたみたいで、すごいなんか積極的に誘ってくれたりとか、あとめっちゃ可愛いねって言ってくれたのが嬉しかったです。ちょっと束縛が強かった。写真勝手に撮ってきてたりとか、あと携帯見たりとかしてきたのがちょっと気になったかな。すっごいなんか寄りかかってきたことは電車でありました。結構席空いてるのにみたいな、だんだんこっちに押してくるなみたいな、おかしいって気づいたので移動しました。もしかしたらか、まあ、ただ寝てたのかもですけど、でもなんか用心するに越したことはないかなと思って、単純に人、その人に会いたいっていう目的で二人で会った時じゃないかと。もし純、なんか友達として会いたいでも純粋に二人で会いたいってなったらもうダメかなって思います。普通にその仕事とかで何かを習いたいとかで二人でなんかその教えてもらいたいとか、そういうのだったら目的があるからいいんですけど、ただその人そのものに会いたいっていうんだったら、友達としてでもちょっと二人だったらきついなみたいな。予定を嘘をつかれてたみたいなことがあります。友達づてになんかその時全然違う人と会ってたんじゃないかなみたいなとこ見たみたいな言ってた。一応聞きはしたけども、ちょっと嫌だなってのはあったから、もうあんまり問い詰めはしなかったです。もう あんまりその納得いく答えも返ってこなかったんで、別れました。いや、多分私からはないんじゃないかなと。私はできれば付き合ってからが嬉しいなって思います。普通にそこを確認しなくてもいいかなって思ってるからです。その時はもうちょっとそこは伝えて、はその妥協点を探すというか18位です。あ、彼氏です。相手は初めてじゃなかったと思います。相手の家で、で相手がやりたいって言うから、分かったって言って電話してパッて脱いで思ったよりあっさり終わったなって思います。家行った時点でまあしたいんかなって思いました。なんか夏だったんで毛剃ってるから、それくらいだった気がします。下着大体セットで着てることが多いから、まあそれはまあ多少は気にした気もしますけど、すごく気になったのはキスの時にめちゃめちゃ歯が当たった、あとすごいここがびしょびしょになったのが気になるようになった。もういいやと思って、もうそのままにしとこうって思っちゃった。歯が当たらないように気使ったりとか、あとなんか気そらしてそうとして頑張ってくれてんのかなみたいな、最初入れるとき痛くないようにしようとかしてくれてんのかなみたいなのはちょっと嬉しいなって。激しくされるのはちょっと痛いから嫌です。でもその時はもう私さすがに痛いのは無理だから即断るんで、やめてって言うから。表面触るときはマジで優しくプリン触るぐらいのノリの方がいいんじゃないですか。男性って絶対賢者みたいなあるじゃないですか。それなの、ね、なのになんかいきなりタバコ吸ったりとかしに行かないでしばらく一緒にいてくれると、あーって頑張ってくれてるなって思います。やった方がいいと思います。10分ぐらい、わかんない、マックス20分ぐらい。あ、別に私はできます。まあでも多分あんま上手じゃないんだろうなって思いますけど、相手のがなんかどう思ってるかって多分一生わかんないから、一応聞いたりはしても多分
多分同性とか買った方が、まあ、ぶっちゃけうまいだろうなって思います。とか機械とかにした方が気持ちよくなってくれたらいいんじゃないですかね。大丈夫みたいなは聞いたりはします。痛くないみたいな、やってくれる分には嬉しいな。多分手がいいかも。痛くなかったら手がいい。口だと嗅がれそうだし見られそうだし、ちょっとそれが嫌かなみたいな。手だと別にそれはないかなと思って、いいんじゃないですか。両使いみたいな人とは私まだ出会ったことがないから、絶対つけさせてもらってます。 100% いや、もう絶対だったら全然服今からでも着るのってぐらいの気色なので、上に乗るのはちょっと苦手かもしれない。こう見られるのがきついっていうか、あとなんか絶対私そんな得意じゃないから、私も苦手って思ってるからそんな上手くないと思うんですよ。だから嫌かなって自信がない。もうがっしり掴んでも見えないようにすればいいから。見えないし気持ちいいから、疲れるから月にぐらいで十分、自分の中では強いのかなとも思ったんですけど、不定期週1、2ぐらい。手小学校ぐらい、下校中にめっちゃトイレ行きたくなったことがあって、それでなんかポケットの内側それでこうやって押さえたらあれみたいになっちゃったのが覚えてます。めっちゃ私もう誤解してて、そのトイレ行きたくなった時に押さえるとって思ってたから、毎回下校中にわざと帰り水飲んでみたいな、なんか変なことしてた気がします。BL 本特落ち2コマでバッて始まるやつが好き。次の瞬間あれみたいなやつが。5? はい、朝1回と夜4回ぐらい。起き抜けでちょっと嫌だったから1回歯磨きさせてって言いました。ちょっとさすがにきついなって思う。あと、なんかとどめに朝されるのはちょっと嫌かなみたいな。2回ぐらいでお願いしたい。夜で2回で終わってます。4人1人です。その他はアプリとあとナンパされたぐらい。どうせもう1回ぐらいでならもういいやって、その今彼氏いないしなみたいな感じだったり、見た目がタイプだったら、はい、はい、それ以外は、はい、あとそれ以外で、あとまあプラスで1回は会ったことはありますけど、普通に連絡取らなくなったってのもありまして、私がなんか、まあ、なんか自分でその OK しててなんですけど、そういう人と私その先はないなって思っちゃってるから、別に会いたいともならんしなみたいな。中1の時にあの好きな人がいたんですけど、その人が2つ上の人で、その人が卒業式の時に告白しようと思ったんですけどできなかったんですよ。その後になんか先生の退任式みたいなのがあって、でそこでもしかしたら来てるかなと思って、やっぱ いらっしゃって、やったと思って勇気出して告白したら、相手普通に男が好きみたいな言ってきたから、それがちょっと衝撃だったし、初恋でちょっと嬉しかったかなみたいな。本当にあの時はまあ今もなんですけど、そんな自分に自信がないかったから、よく頑張ったねっては言いたい。あとなんか残念だったねっては。チャンネル登録お願いいたします。